はい、名前のお花です。金魚？蓮魚。蓮魚。蓮魚。ああ、難しい漢字なんでしょうね。そうだと思います。あ、説明されてもわからないから、すいません。綺麗ですね。そうなんですね。つうか、本物？本物です。ああ、すごい。ああ、合成ですね。あの、イキユカリさんっていうフラワーアーティストの方がいらっしゃって、私もそこに来るまでわからなかったんですけれども。私も知りません。ちょっとこの辺ももう元気なくなってきちゃったので。もう何日か経ちましたからね。そうなんです。この前も桜とか飾ってたり、ちょっと元気なくなってきたら、あの、行け帰って楽しんでいけるように。桜を見に来ればよかった。だいたい1週間ぐらい、15日前にちょうど。ああ、そうですか。いや、観客がすごいって聞いてたんで、ちょっとずらしたんですよ。そうです。素晴らしい。聞きましたからね、都内だと。なんですよね。いや、いい展示をありがとうございます。ありがとうございます。2階と1階もございますので。あ、そうですか。あ、わかりました。こういうのいいですよね。ちょっと早いっぽいというか。おお。お お, お, お。ついてくるっていう風なプログラミングされてます。そうです、そうです。おお。おお。やっぱ花を。おお。ああ、なんかどこが作ってるか分かるような気がする。何ですか？いや、あの、この作風は。どこだろう、ネイキッドかチームラボか。実はここに書いてあるんですけども、フルサイキングさんとミナファーさんっていう。ああ、ここだ。あ、ご存知ですか。方にこう監修といいますか。ああ、素晴らしい。デザインしていただいて。あ、いいですね。ああ、素晴らしい。こっちも、うん、おお。おー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 おおお雪ですか。雪もいいですね。あ、すごいな。そうですね。だからこれは6月の末までの展示の予定にはなってる。期間限定なんだ。そうなんです。こちらイベントスペースっていうことでやらせていただいて、3ヶ月スパンで、3ヶ月
スごとに来いと。ぜひ。次は宇宙をテーマにしてやる予定なので。来れるもんなら来てみろと。おー、いいですね。飽きないように素晴らしい。やっていく予定ですので。本当素晴らしい。